あのね、ゆえここちょっとわかんないんだけど。今坂さん、まさか三上くんに聞くつもり？え？ともちゃん数学得意なんだよ。寝てばっかりの人だよ。きっと寝ててもわかるんだよね、ともちゃん。ともちゃんにもわからないの？私数学全然ダメだからね。そこで納得できるわけ。そんな嘘真剣に聞けるかな。そうよ、ともちゃんは嘘つきなんかじゃないもん。本当に似合いの二人だわ。今日はありがとう。なんだかんだ言っても責任感あるんだね。そうかも。私、寄るところがあるから。本当、今日はありがとね。ともちゃん、前にさ、七不思議の話したことあったでしょ。なくないよ、絶対したもん。ゆえ覚えてるもん。大
イパニッシュスペシウムがカルタセスを迎えるぐらいのハイファイセンシュアルゴシックって言ってたんだから。ほら、やっぱり言ったんじゃない。ねえ、あれ何だったのか教えてよ。だってやっぱり気になるの？気になる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 。また骸骨ネタ。外人がお茶漬け食べて故郷をしのぶのよ。それは？ごまかさないの。それに次は確か3番じゃなかったっけ。もうトムちゃんの嘘ってバレバレなんだもん。少しは含まれてるってこと？またいっつもそうやって。だいたいあんなバカ話のどこに実話が含まれてるっていうの？本当に？
かし？誇張しない方が全然怖いってば。だってちょっと本当っぽいもん。絶対本当だよね。嘘つかない？約束する？もし破ったら？うん、わかった。それほどまでに言うなら信用するよ。はい。すみません。何を答えればよいのでしょうか。彼女は二人の王子と踊り子を主人公にして夢のような物語を書いたです。先生、私は外人ではありません。外国から帰ってきただけです。私は、それでは先生は他に外人という人種がいるとおっしゃるのですか。
わかりました。おっしゃる通りです。おーい、もう起きろって。次体育だぞ。お前何やってんだ？知り合いか？リボンした子だったぞ。友達だと思った。
あるじゃない？違うってば。例の骸骨の話、あれさ、調べてみようよ。疑ってるわけじゃないけど、ひょっとしたら目の錯覚って可能性もなきにしもあらずでしょ。信憑性とか調査とかって話じゃなくって、なんて言うんだろう、怖いもの見たさかな。単なる好奇心とも言うけど。怖がりだからこそなんだと思うよ。だって臆病な人の方が結構そういう話って好きだったりするじゃない。でしょ。調べてみるんだとか、調べてやるぜこの野郎とか、そんなことは言ってないでしょ。調べてみようよと同意を求めてるわけじゃない。はっきり言っちゃうとそうなるかな。誘うよ。シンくんでも誘っちゃおっかな。
ねえ、ともちゃん。ゆえ、今ちょっと急いでるんだけどな。うん。先生がなんだかわからないけど、話があるから放課後職員室に来てくれって。どうしても行かないって言うなら諦める。わかった。じゃあゆえ、そろそろ職員室行かなくちゃだから、またね。